セブンカーボーイレディオ、月下美人とあるタイプ。セブンカーボーイ、レイディオ。月下美人とアルタイルの月下美人って何っていう、月下美人って僕の中では、1年にね、本当に数日しか咲かない花なので、これを僕は織姫だと思ってて、で、アルタイルって実は彦星なんですよ。本当は、アルタイルとベガっていうのが彦星と織姫なんだけど、アルタイルは彦星の。なので、さっきから月切りに行ってる七夕の話っていうのは、この月下美人とアルタイルっていう、今度のキャノンの11枚目の6月のハイウェイに入る新曲のことなんですよ。ね。遠回しに、遠回しに行ってきたね。遠回し。月下美人とアルタイル。まあ、七夕のことを歌ってるわけではないけども、夏のことを歌ってます。はい。夏のことを歌ってる。まあ昭和っぽい曲なので。うん。途中で懐かしい飲み物の名前が出てきます。これはもう今回の6月のハイウェイの収録曲全部出てくるんだけど、何が出てくるかを当ててください。懐かしい飲み物の名前が出てきたということで、これは懐かしい飲み物の名前を当てていくクイズではないですよ。ということが、これが、まあもちろんアコースティックじゃなくてちゃんとバンドなんだけど、多分これ最初で最後だろうな、やるのは。月下美人とアルタイルが入ります。これで全部揃ったかな。これでも全部ツイキャスでも一曲一回ずつはやってると思うんで、
みんな覚えておいてください。6月のハイウェイ、月影のララバイ、ジュリア。そして、この月下美人とアルタイル。そして変わらぬ者たちの愛歌と。6月18日発売になりますので、もうぜひとも今時 CD はないだろうっていう話だけどね。今時 CD かと。ね、セブンさんどう思いますか？これいいんです。今時 CD なのがいいでしょ？翔ちゃんさん。ね。セブンさん、キャノンの音源はイヤホンやヘッドホンで聞くべし。ジェロニモさんのツーフィンガー。あいつのツーフィンガーはね、お酒の方にばっか使ってるからいかんですよ。マユさんの鬼ビート。いいっすね。マユはね、ドラムの前に座ると人間変わるからね、あいつはね、本当に。すごいですよ。ノーリでドカーンって感じです。もちろん、ジリさんのギター。ね。もう、アコギなんでちょっとあれですけどね。まあ、キリンときちゃうけど。来たね、月下美人とアルタイル。ね、曲披露初ですね。もうこういう、ちょっと、なんかね、ラテンな感じの曲なんですよ。今回はね。はい、鳥肌。もうぜひ皆さん、もうセブンさんのポッドキャストの方で仕返ししておきましょう。セブンさんにいっぱいコメント返してね、こう入れて、セブンさんが大変なことになるぐらい、こう、みんなでこう、ね、聞いてますよつって。あ、来ましたね。さすがですね。アンバサ危険。さ、アンバサ危険さ、吹き出す。吹き出すさ、アンバサ危険さ、吹き出すさ。ちょっと佐野さんのテイストがだいぶ濃くなってきましたね。ありがとうございます。レザルタマハスも、TF さん、イエーイ、ね、TF さん、どうですかこれ。これがね、月下美人とアルタイル。これでまあ全部5曲かな。多分またツイキャスで他の曲も歌うんだろうけどね、こうやって言ってて。まあ夏っぽい曲なんで、だいぶもう活況来てますからね、僕もね。もう皆さんありがとうございます、もう。拍手ありがとうございます。ね、777ってパチパチじゃないのね。セイブさん、6月18日、ありがとう、リポートありがとうございます。いやね、おって随時もう頑張ってて、レコーディングはもうスパッと済まして、むちゃくちゃ気持ちいいやつを、用意します。皆さん、いい夢を、今夜もありがとうございます。セブンカーボン、レイディ。Thank you.